はい、歌美濃です。じゃあまた続きやっていきましょう。前回はですね、ここのね、ついに一色家を滅ぼしたと思ったら滅ぼしてはいませんでしたとそういうね、悲しいお話だったと思います。はい、今ね、檜山家とちょっと同盟関係をね、一時的にね、ちょっとね、こちゃまされたくなかったんで、結んでいる感じですね。はい。で、今、私の今の考えなんですけど、まあ、同盟が終わったら、ここをちょっと攻めたいかなと思っていて、で、それまでちょっとね、この弓木城をかなりちょっと、大きな城というか城下町をね、ちょっと整えたいので、ちょっと本拠地をちょっと移動させたいかなと。もう必ずこのもみ城に来るじゃないですか。今も来てると思うんですけど、この三好が、三好連中がね、もうまた来てると思うんですけど、こいつら。もうふざけんな、みたいな。来てると思うんですけど、まあ大体でも、そんなに兵数多くなくても、撃退できるじゃないですか。この7000の耐久があれば。なので、この三菱さんをね、こっちにちょっとずらして、ちょっと内政をがっつりね、弓木城でちょっと終わらせてからちょっとまたこっち帰るかどうかちょっと決めようかなっていう、そういう感じですね。区画ってここ区画15もあるんですよ。区画このね、15もあるってことは、それだけ内政ががっつりできるということなんで、うん、そこら辺はね、ちょっとまだ考えながらやっていきたいかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。また感じた。じゃあまたちょっと内省していきますので、ちょっとまたお待ちください。はい、じゃあまたやっていきましょう。この舞台が来るからね、ちょっと見ていかなきゃいけないのかなという感じはしますので、ちょっとだけ見ていきましょうか。うん。特に他はすることはないですもんね。家宝も別にあげる必要も、天海さんにあげるかどうかはわからないですけど、みたいな感じですからね。はい。じゃあこんな感じで。あー、ちょっと早かった。いざ参ろう。我が姫が出てきた。ご覧に入れよう。あ、やべえ、黒だ。やべえ。内通の人をちょっと変えようかなと思って、やったら間違えた。まあいいや、別にじゃあいいや。もう戦わないってことでね、もういいです。はい。ちょっとやってたんですよ、途中まで。勘弁欲しくて。まあいいや、もう一からやり直しですよ。もう。やり直しです。これ案外いけるんじゃないのこれ。うん。ちょっとほら。案外いける。あ、ヨシテル様も来る。案外いけんじゃないこれ。他の部隊は大丈夫ですよね。うん。案外いけそうですね。この部隊が来るけど、この舞台が差し掛かってからでいいかな。こっちからのその、こっちに行く舞台に関してはね。出陣します。まだまだ全然いいですよ。うん。ああ、そう、荒木村重に変えたんだよ。変えた時に付箋ってやっちゃったかな。はいはい。交渉を始めましょう。先月の収支です。はいはい。よし。じゃあまた内政。うん。ちょっと内政逆に今度がっつりやる。あと1ヶ月ね。うん。あと1ヶ月か。うん。ちょっとがっつりやんなきゃダメですね。こっちにちょっと送ったんですよ。うわー、城代が違う。城代はうちの姫ですよ。城代はうちの姫です。うちの次女です。うちの次女にやらせます。頂戴は
なので、これ難易度の子って副将だっけ。ああ副将か。まあでもいいや、能力上げてもらいましょう。姫ですからね。はい、じゃああとはもみんさんは、うん、ここにいるけど、うんうん、もみんさん強いからいいよね。うん、じゃあまたがっつり内政をねしていきましょうかね。この部隊がまたちょっと怪しくなってきたら、またこっちに、うん、少し部隊を入れるという形にしたいので、はい、じゃあまた内政してきますね。はい、じゃあまたやっていきましょう。さあどうなるかですね。ひとまず見るところはここだけかな。うん、ひとまずここだけですよね。なんか提案でなんかいる？同盟、別にどことも同盟する気はない。今んとこないっすね。浦上家とも別にどうなろうと、織田織田とも同盟できるようになったと。いや織田とはしないよオッケー。じゃあひとまずどうなるかだけ見ましょうか。さあ義輝様、こいつだけは追っ払いそうですね。ちょっと待て、来たよまたお前ら、なんてやつらや、本当に。まったく証拠りもなく来たか。証拠りもなく来やがったな。こっちは大丈夫だよね。こっちは何、長政夫妻が頑張っている。あ、でもあと1拠点なのか。うわぁ、頑張れ、浅井家。くそ。また来たぞ、こいつら、やられに。もう来たら切るぞ。ほんとに。切るからな、マジで。仲間になんなかったら切るからな。こっちの方は大丈夫。こっちからも来る可能性あるからな。タイミング的に大丈夫かな。それだけが心配。詰まってますね。詰まってまーす。何？すごい遠回りしてこようとしてんの？さてさて。オッケー。表情を始めましょう。先月の終始です。うん。さてさて、同盟が切れましたと。以前は戦ったことがあると言っておりますが、さてさて、じゃあまた内政してきましょうかね。うん、もうこの部隊をねもう寝返らせて、もうこいつらを襲わせるっていうのも、まあ、手といえば手なんですけど、まあそんなくだらないことはねまだしたくないんでじゃあまた内政していきますね。ちょっとまたお待ちください。はい、じゃあまたやっていきましょう。じゃあまた見ていきましょうかね。大丈夫だよな。一応2部隊置いとけばいい。これ帰るんでしょ、だって。ってことは2部隊持ってけばいいかな。もう行きますか。じゃあもう行きます。じゃあ行きましょうか。こんな感じで。
感じで行きましょうか。我が戦ご覧に入れよう。よし、ちょっと兵糧がねもったいない気もしますが、まあ行けるのであれば行ってしまいましょう。まあ天海さんはねすぐ内政できるようにこっち側にちょっとすぐ移動させているんで、兵糧がちょっともったいねえな。来んだったら来いよ、来いよ早く。こっち兵糧がもったいねえんだよ、来い。よし、こっちからは何も来てないっすよね。こっち届いた。天海さんはもう内政終わった。じゃあ内政終わったんだったらこれも入れましょう。よし、 OK。 うん、じゃあ一丁やりますか。またちょっとね兵数が多いんでね。こっちから来てよ。じゃあまたこっちから来てくださいよ。この部隊はちょっと多いのでこっち側に行ってもらいましょうと。うん、またこっちから来るでしょうと。承知いたしました。うん、やっぱりねなんかこっちから来る率が高いよな、なかなか。おし、オッケーオッケー。さてさて、この一撃動かないでね。まだかまだかまだか。あーもう一部隊来た。じゃあやっちゃってください。女に負けて悔しくないの、悔しくないのか。ちょっとこっちにいてくれっつってんだね。逃げてったぞ。もう一回こっちから来るでしょ多分。もう一部隊来たからなんかそういう動きをしただけでしょ。かしこまりました、行きます。頼むから動かないでください。頼むよそっち。よし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 、いい感じでやってくれてる、いい感じでやってくれてますと。あーなんか食らってんな、若干若干食らってんな、若干食らってんのが嫌ですと。なんか当たらない場所ないかな。当たらない場所はないですか。もう一部隊来た。もう当たっちゃうのか、もうしょうがないのこれは。島左近が来たよ最後に。さてさて、どうしようかな。ちょっとこの部隊がちょっと暗いすぎてるな。ちょっとそこは好ましくないんで逃げましょうか一回。ちょっと好ましくないのでこっちの援護に行かせましょうか。
ちももう少しで終わりですしね。こんな日もある。こっちの援護に行かせましょう。多分シマサコンは向こう側から来るでしょうと。承知いたしました。いや飛んでないね。もうちょっと行けば、いや飛ぶかな。かしこまりました。引け。さてどっちから来る。900どっちから来る。行きます。そっちか。あ、ちょ待ってくれ、もう一部隊来んのか。もう一部隊来んだったらここにいとこう、いとこう、いとこう。承知いたしました。8000って書いてるもんな、兵数が。かしこまりました。いや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 。女に負けて悔しくないの。厳しい。うわぁ、なんでお前そっち行った。バカか。お任せください。我らの攻め、あえて見せよ。真面目にやりすぎてあんまり喋れていないかもしれない。うん、食らってないですね。食らってはいなさそう。うん、こっちも大丈夫そうですね。よし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 、 OK。ここの城門は硬いぞ。ここは引きます。ここは引いてください。あとは島左近だけ。さあ、あとは島左近だけですよ。さあ、このターンが終わるまでに終わってください。入ったかな。入りましたね、きっと。承知いたしました。よし、 OK。 さあ終わりかな。オッケー。引け。敵が城内に侵入しました。敵が城内に侵入しました。筒井純慶が死んだぞ。筒井純慶死にましたよ。こんなことあるんですね、結構な大名が。はあ、ちょっと見ていいですか。履歴セレクト。何も書いてなさそうですけどね。あ、でも討ち死とかっていうことなのかな。多分死んだってことですよね。騎乗する。バカー。騎乗するぞ。こんなとこ攻めてくるからだよ。うわー、酒井忠次が市議さんを奪おうとしている。マジか、凋落しといた方がよかったかな。筒井純慶どこ行った。筒井の息子。純慶死亡。死亡です。いやー、ちょっと受けるとしか言いようがない。受けるというか、まあなんというか、まあかわいそうというコマではいかないですが、
いやびっくりしたよ。そんな毎度毎度来るから報告いたします。ここは徳川の拠点になってしまうということか。悲しいな。徳川強すぎるな本当に。どこまで行ってるこれ。あでもこれまあ小谷城の方をまあ守ろうとしてくれている。もう武田だな。武田が一番ヤバすぎる。うわー高遠城が攻められている。見たくない。こんな武田は見たくない。本当にガチで見たくない。うわーすごいショック。ガチショック。うわーでここら辺はね、徳川はね、行こうとしてるんですよね、上杉の方に。うわー北条は助けに行ってやれよ。マジかー。あ、ごめんなさい、ちょっとなんか浸ってしまった。失礼しました。じゃあまたいつも通り内政していきますね。はーい。はい。じゃあまたやっていきましょう。まあ、どうしましょうかね。旗の家がちょっとここに攻めてきてほしいんですよね。攻めてきて撃退をして、それで反攻策展に行きたいんですけど、なかなかそんな感じにはならない。まあ、ひとまず何かあるまでちょっとカットしようかなと思います。はい、それでいいですかね。ひとまずそれまで多分動きがないと思いますので。はい。ただ密談はね、ちょっとね、実はね、浮田ね、直江家にちょっとやってる最中でございます。じゃあまた進めてまいります。はい。しばらくカットがあったと思うんですが、ちょっとね、ようやくこの連度の方が76までかなり上がってきたので、ついにこのお城ですね、拠点を、なんだっけこれまた忘れた。この隅城をね、攻めていきたいかなと思っております。はい。でここの舞台をどうしようかな。この舞台4600で行かせましょうかね。こんな感じで、これでいいでしょう。でこの弓木城がね、あの連動が80になったら、こっち側からね、回り込んで攻めていきたいかなと思っております。はい。じゃあちょっとやっていきますね。久々の攻め時ですわ。もうだいぶカットしたと思うんでね、もう時間がどれだけかわかんないですけど、この戦いがね、ある程度いったら、今回はちょっとやめようかなと思ってますので、さあ80なれ早く。よし、なった。80なった。誰持ってこうかな。やっぱ次女じゃない、長女は持ってきたい。あとやっぱりあれかな、やっぱり奥さん持ってくか。藤高をね、いざという時のために取っておきたいんで、じゃあこんな形で行ってもらいましょうか。これでいいかな。さあ、間違えた。こっちじゃない、こっちじゃない、こっちだとぶつかっちゃうね。
ぶつかっちゃうのは好ましくない。承知いたしました。ちょっとタイムロスがあったかな。ちょっとタイムロスがあったかもしれませんが、と。我が戦お見せしましょう。さてさて、この舞台もそろそろ消えるんじゃないか。うん、来てるからね。うん、戻ったってね。戻りましたね。この舞台は武田城に行く。よし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 、うん、いい感じですよ。いい感じ。よし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 、オッケー。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。この子は、うん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 、こっち側から救援は来ないのかな。もう全然離れてるからもう関係ないですみたいな、私は。で、こっち側は松永久秀がなんか、あ、そうか、捕らえちゃったからか。なるほどね。上司にもなれずにということですかね。裏紙の方に行ってしまわれたと。うん、天神山城の、うん、城主には慣れていない。うんうんうん、こっちはそんなに動きがね。うわ、武田が終わる。武田が終わるわ。武田が終わります。マジか、ショックすぎる。これ信玄がどこの舞台に入るかだよな、これが。じゃあそしたら今武田の居城はここでいいんだよね。うわー、せめて上杉に捕らえてくれ。織田になんか捕らえたら許せんぞお前、信玄。俺の崇拝する信玄。といったところで、今回このいいところでちょっと終わりにしたいかなと思いますので、はい、随分ね、あのカットがあったと思うんですけど、収録時間はかなりもう1時間半ぐらい撮ってると思いますので、はい、今回はこのぐらいにして、はい、行きたいと思いますので。で、この何なんだっけ、また忘れた。この花、このこの隅城を取ったら、うん、ここもねかなりねいい感じの場所なんで、ここをさらに広げてね、またこう拠点にして、で、ある程度ここら辺を取ったらついに攻めますよ、この赤松、別所あたりを。で、そこで荒木村重を寝返らせて、で、こちら側とはちょっと同盟をちょっと築きたいんで、めんどくさいんで、で、そこからこっちの右側のね、西側の方にね、攻め込んでいって、信長との直接対決をねしていこうかなという、今の勝手な妄想です。はい勝手な妄想が今ありました。はい、という感じで今考えておりますので、またこの続き興味ある方はですね、チャンネル登録などしてですね、次回の配信連絡お待ちください。はい、ではまた、また見ていただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。ではでは、またねー。